またのこのこタウンに戻るんか。のこのこタウン、ここのこのこタウンっていうとこやったっけ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、そっか、前回あれや、手紙の配達を黙々としよって、それをね、ぜひ最後までやりたいと思っとんやけど、とりあえずどっちやろ。星の降る丘の集めいる、星の生まれる谷にいる北ピオ、こっちかな。前回最後こっちやったんかな。星の生まれる谷にいる北ピオへの手紙。よし、星の生まれる谷ってどこだ。星の生まれる谷ってどこだ。星の生まれる谷どこですかね。なんかこの辺じゃなかった。星の降る丘、あ、星の生まれる谷ってあれか、この辺、これか。あー、なるほどね。そこにはどうやって行けばいいんやっけ。寒い寒い村にとりあえず行けばいいんか。ほんで、その寒い寒い村はあれか、土管から行くんか。ちょ、待って、土管、そうよ、土管を使ってね、いろいろな場所に行けるようになったんよね。ここか。で、これで寒い寒い村、多分こっちの方向か、多分一番遠いところにある土管じゃないか。こっちじゃねー。なんか寒そうなところには着いたぞ。よっしゃー、遠かった。遠いとことは思っとったけど、思ったより遠かった。でもまあこれで、あとはずっと右に向かっていけば、星の生まれる谷にも直接続く土管を設置してくれんかな。あー、そっか。もうなんか全ての場所にね、土管一本でスッと行けるようにしてほしい。こっちやったよね。あっち行ったら神殿やったんよね、確か。ここか？あ、着いた。で、誰って言った？北ピオやったっけ？星の生まれる谷にいる北ピオ。ってことはキノピオ的なやつってことやな、きっと。どこだどこだ。かくれんぼしてる星のせい、そこにいるよ。とっくに見つけてるよ。ドイツだよ。名前的に多分キノピオ的なやつやと思うんだけども、あ、そっか、そうや。仲間をパレッタに変えとかんとできんのか。ちょっともう一回話しかけさせて。違うかな。あなたはキタピオさんですね。私パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。はい、どうぞ。確かにお届けしました。ありがとうございます。あれ、このキノとこのピオからの手紙なんですね。あの子たちもいたずら盛りなんですよ。この前家に遊びに行った時も全然そばにはいてくれなくってね。でも手紙をよくくれるんですよ。妻や娘からの手紙と同じくらい嬉しいんですよね。結婚してるんすね。そうだ、ちょうどよかった。配達してもらいたい手紙があるんですよ。
この手紙を栗村の栗パパに届けてほしいんです。おお、また栗パパ。栗子ちゃんへの返事なんですけど、お父さんから話してもらった方がいいんじゃないかと思いましてね。ついでいいですから、よろしくお願いしますね。栗パパ。よしよし。栗子ちゃんへの返事なら栗子ちゃんに渡した方がいいんじゃないかと思うけど。まあとりあえず、パパ経由で渡しましょうか。邪魔だよ。あ、これだこれだ。よし、栗パパ。キノコ城の方は大変でしょうな。お城の皆さんはマリオさんを頼りにしているに違いないですよ。早くクッパを倒してピーチ姫を助け出してください。栗パパさん、パレッタです。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待ってください。はい、どうぞ。確かにお届けしました。ありがとう。いつも大変だね。なんだこれは。栗子への手紙だよ。なになに。そういえば何か手紙を書いていたようでしたな。なるほど、質問だったのですね。その時の返事のようですな。説明するのは難しそうですが。なるほど、こういうことだったんですな。わかりました、ちゃんと伝えておきますよ。どういうことなんだよ、内容が、ま、何もわからないよ。ご苦労様、これを差し上げましょう。冒険に使ってください。ん、何。結構ラッキーなバッジをもらった。時々敵が攻撃を失敗するようになる。ほうほう、あざす。あ、ここで終わったってことか。あ、ここで終わったやん。イエーイ。え、終わったってことやろ。まあ、なんかもう一個あるけど。星の不老化の集める。ここからまた始まったりとかするかな。まあ、一応今ね、ストーリー的にも目的地は星の降る丘やけん、そっち行きますか。じゃあこれはとりあえず、また、のこのこタウンに戻るんか。のこのこタウン、ここのこのこタウンっていうとこやったっけ。ちょっとわからんくなってきたけど。星の降る丘ってどうやって行くんやったっけ。星の降る丘、こっちか。ちょ、待って、もう一回地図見して。今ここやろ。キノコタウンやった。あ、ノコノコじゃないわな。もうキノコとノコノコが一緒になってしまう。ここか、星の降る丘。ふんふん。あ、じゃあやっぱこっちで合っとるね。こっちの、まあ、もともと城があった場所を通り抜けて、集める、集める、集めるってそんなとこにおったんやったっけ。なんか他のところにおらんかった。で、多分この先よね。ほら、もう星が降ってきた。どの辺？探し物ならこちらまで。ミステールの館。館に一緒におったんやっけ。ちょっととりあえず行ってみよう。ん？一人しかいねえな。願うのパワー。あれ？願うのパワーって？あれ、つけてないっけ。あ、つけとるね。これ二つつけたらさ、二つ分の効果あるってこと？そういうことではないんかな。あ、もう一人おるよ。こいつじゃね？あ、あなたはアツメールさんですね。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。はい、どうぞ。確かにお届けしました。僕に手紙？星の生まれる谷スタールって、父さんからだ。え？ほうな、マジで？え、それさ、なんか、星じゃなかった？星のせいじゃなかった？くれたの。もしかして中身星なの？君。ありがとう。父さんって心配性でよく手紙をくれるんだよ。でも僕も姉さんたちもあまり返事を書かないんだ。たまには返事を書こうかな。これ、僕がとっても大事にしているんだけど、おじさんにあげるよ。また交換しに来てよね。おお、ありがとう、星のかけら。お、終わったよ。これで全ての手紙を配達し終えた。
や、まあ全てのって言っても多分ね、こうやって人から人へっていうだけじゃなくて、隠されとる手紙とかね、落ちてる手紙がもっとあるんやろうけど、おそらくまあそれは私は発見できていないということで。なんか全部配達し終えたらなんかありそうやもんね。知らんけど。んで、星の降る丘。大丈夫？とりあえず、HP、FP、満タン。一緒行くか。星が埋もれてるよ。これを一番上に登っていけばいいんか？え、これいきなりクッパ戦なんかな？いきなりって言ってもここまでの道のりがまああったわけだけども。ここはもうクッパのみかな？マリオよ、わしの声が聞こえるか？誰？星のせい？これよりスターロードへと繋がる入り口を開く。恐れずに入るがいい。道は星の国まで続いておる。星の国にて、わしら7人の星の精が、お主に最後の技を授けよう。それを使えば、クッパの持つスターの杖の力にも対抗できる。必殺技が手に入るわけやね。おお。お主が来るのを待っておるぞ。マリオよ、星の国にて会おう。なんかあれやね。UFO に吸い込まれていくみたいな感じ。ってことで、じゃあ一旦この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。